ちは。こんにちは。はい。はい。続いて。そうですね。セ・リーグのゴールデングラブ賞をやったので、パ・リーグを続いていきましょうか。はい、パ・リーグ、投手部門。はい。千賀投手初めてです。初。キャッチャーは甲斐選手3年連続3度目。うん、そして、一塁。ファーストが内川選手、初受賞ですね、うん、そして浅村選手、これ初なんですけども、あのファーストとしてこれは、あ、浅村選手はそうですそうです、ファーストとしては受賞経験があるんですけれども、セカンドとしては初めて、はい、で、サードが松田選手、7年連続8度目、はい、そしてショートは源田選手ですね、はい、2年連続2度目、はい、そして外野手3名は秋山選手、5年連続6度目、そしてロッテの荻野選手が初受賞、うん、そして日本ハムの西川選手3年連続3度目という顔ぶれになっています、はい、うん、まあ千賀からいこうか、ピッチャーからな。どうです、いや、上手い選手たくさんいるよね。三馬とか、うーん、楽天の、はい、三馬とかも上手いし、はい、まあ、岸とかもうまいし、則本もうまいしね。あ、多いですね。いや、それでね、はい、俺太陽から日本ハム行った時に、はい、びっくりしたのが、ピッチャーのフィールディングがめちゃくちゃうまいなと思ったわけ。パ・リーグの投手、まあ、その当時武田とか西崎とか、はい、日本ハムいたんだけど、はい、その人たちのあの牽制のタイミングだとかさ、フィールディングの仕方だとかさ、はい、抜群に、だから日本ハム伝統的にうまいんだよ。あ、そうなんですね、うん、ただやっぱりピッチャーで数多いしさ、うん、やっぱその年の成績とかそういうのに数字がね乗っかっちゃうというかね、うん、まあでも千賀も下手じゃないけど、はい、うん、まあ上手い選手はたくさんいるなっていう印象を受けるピッチャーはね、うんうんうん、パ・リーグはね、うん、はい、そしてキャッチャーは甲斐選手、3年連続3度目、まあ、会話うまいよ、うん、まあ、盗塁刺すだけじゃなくて、はい、やっぱもう達川さんに言わしたら、はい、やっぱ後ろにやらないナンバーワンは会じゃないかっていう、おお、止めてくれるんですね、うん、だから谷繁も言ってたけど、はい、やっぱこうずんぶりむっくり、うんうん、手足が短い、うん、そういうやつは俊敏に動けるっつってた俺の体型とよく似てるって言ってたけど谷繁さんが、うんうんうん、だからいい体型をしてるんだろうね、キャッチャーの体型なんでしょうね、キャッチャーの体型だから。若月っていうのが一時あの回の阻止率より上回ってたからね、はい、まあ、最終的にはどうなったか分かんないけど、はい、でも肩だけじゃなくてこう止めたりだとか、うん、いろんなことを総合するとやっぱ回だろうね、はい、そしてファーストが初受賞内川選手です。嬉しいだろうね。いや嬉しい、だって縁がないと思ってたみたいなことをね。いや縁があったんだね、うん、下手だもんいやいやいや、それはあの違う俺ね、横浜時代、うん、ね、彼が、はい、でまだショートだよ、俺がノックしてた、いやーちょっと下手だなとか思って見てたのね、うんうん、はい、でもうちょっとこうしろああしろって言ってたんだけど、うん、まあ、最終的にはレフト行ったりだとかさ、うん、いろんなポジションやってファーストに落ち着いたでしょ、はい、でもその中でやっぱこう一生懸命やったんだよね、うん、でベテランになるとさ、はい、まあ、ちょっとパパッと軽くノックを受けて終わるっていうようなことだ、うん、なんだけども、はい、あの調整の仕方としてね、はい、でも彼の場合はやっぱそういうところも大事にやり、コツコツやってやっと取れたという、いやおめでとうですよ。いやそうですよね、うん、その内川選手もコメントでその数字の成績っていう打撃の部分では残してきたけれども、はいはい、こういう賞をいただくことがなかったから本当に感謝してますね、うん、今年エラーゼロで素晴らしいですね、うん、エラーゼロっていうのは、うん、いやだから見えないエラーはあるかもしれないけど、はい、でも数字上ゼロというね、うん、ことをつけたという、はい、だからまあそういう数字的なことも加味されるよね。そうですね、まあ、絶対、うん、でも内川これは本当にね、はい、コツコツやって抜かなかったおかげだと思う、うん、練習をちゃんと。そうですね、こいつはあの丁寧だもん、練習が一つ一つが絶対雑にしない男、うん、もう基本忠実に練習もコツコツとっていう、うんうん、あ、マジで。じゃないとあれだけのねバッティングができない。これなぜかというとちゃんと下半身を使って、はい、ちゃんとこう低い体勢で割って投げないと下半身の強化にならないんだよ、うん、もうそういう強化がバッティングにもつながってる、うん、だからバッティングのいい人っていうのはやっぱり意外に守備も大事にしてる基本を。だからその証明ができたということが、うん、まあ、内川おめでとう、本当ね。そうですね、よかったと思う、はい、ね、家に一つグラブが貼るだけで違うという、
ゴールデングラブ賞。あ、やっぱりそうなんですか。あるね、そらそうだよ。そらリーディングヒッターだとかさ、はい、いろんな賞が内川の家にはあるだろうけど、うん、これは一つ加わるっていうのは、うん、あ、よかったなと思う。あ、後輩としてね。そっか、はい、ありがとうございます、はい、そして浅村選手は、はい、セカンドとしては初めて。まあそうだね、はい、いや、あの出始めの時にさ、ショートとかいろいろやってたけど、ものすごいダイナミックな守備してて、はい、まあ、その時は、まあ、まだ細身でね、うん、ものすごい動きも良かったんだけど、はい、まあ、最近ちょっとこうどっしりと、どっしりとして、うん、まあ、筋肉がついてみたいな、はい、まあ、動き自体はそんなにシャープに動ける方ではないけども、はい、やっぱ堅実だよね。うーん、で西武にいる時よりもやっぱ今年緊張感があったんじゃない。人工芝からちょっと守りにくい内野に芝があり、はい、土のグラウンド、はい、だからより慎重に取ってたよね、うんうんうん、その慎重さを評価されたんだと。続いてはサード、はい、松田選手。マッチな、マッチ7年連続ですよ。マッチはなんか上げたくなっちゃう選手だよね。いや、なんでしょうね、あのガッツというか威勢良さとかひたむきなとか、いくつになっても変わらないね。変わらないですね、姿勢が、うん、盛り上げてますもん、うん、どんな時もチームが。これはね、一つ心に決めてることがあるんだって、うん、マッチは。え、何ですか。これが王さんがミーティングで言った言葉なんだよ、はい、で君たちは143試合戦わなきゃいけないと、はい、でも抜かないでくれ、一試合たりとも抜くことはならないと、はい、なぜかというと、ね、君たちは143回同じようなことを繰り返すかもわからないけど、年間その1試合しか見に来ない、来れないファンもいるんだと、うん、だからとにかく抜かないで一生懸命なプロらしいプレーを見せてくれと、はい、それがものすごい胸に刺さってるんだって。へ、松田の、はい、だから一生懸命やる、その1試合のために、うんうん、その見に来てくれる人のために。いい男なんだよ。素敵ですね。素敵だろう、うんうん、だからそういうね、ひたむきな一日一日の積み重ねが、はい、まあ、こういう賞につながったというね。まあ上手い選手だけどね、はい、うん、下手ではないし上手い選手だけどね、はいはい、そしてショート、はい、源田選手。まあうまいよ。まあそこはこれはね、12球団でやっぱりナンバーワンじゃないの、守備は。ただそれに隠れて今宮がいるんだよね。そうですよね、まあ、ポジションかぶりしてるんだよ。はいはいはい、今宮がセカンドやったら今宮がセカンド取るかもわからない、まあ、そのぐらいやっぱり今宮も、はい、あのうまい、うんうん、でもそれをその上を行ってるという、ね、源田選手。でも源田に話聞いた時には、はい、今宮も認めてたしね。あ、そうなんですね。僕はあんな力強い守備はできない、で彼はやっぱ迫力があるというふうに認めてた。あ、でも同じライバル関係にあるっていうことはさ、はい、すごく2人とも向上していくだろうなっていう。そうです、切磋琢磨してっていう、ね、うんうんうん、でもさらに源田は上手くなってるね。すごいですね。気持ちに余裕も出てきたし、で、あの結婚もね、うん、されて、またさらにますます、ね、いやいや、磨きがかかるんじゃないですか。素敵な奥さんもらって、なんか羨ましいよ。なんでですか、ゆとかさんだって。いやいや、なんかさ、うん、若いっていいな、やっぱりな。いや、いい年の取り方もあるよ。あ、もちろんね、もちろんもちろんそうですよ。俺なんかいい年の取り方してる方なのかなって思うけど、うん、だけど若いってやっぱりいいよな。いや、いいですよ、プレーも乗って素敵な奥さんもらって家庭もって、どんどんこうなってくれて、うん、早くゲノム編集みたいなのが主流にならんかなって。年を取らないとか、若返るとかさ。あ、豊さんも飲んで20代に戻って、今だったらどのチームに入りたいですか。今、うん、今体が20代になりました。いや、やっぱ DeNA がいいよね。いいですか、 DeNA でもう一回。なんだよ、他のチームじゃなくていいですか。DeNA で優勝したいの。してないから。してないから、そっかそっか。だから強いところ行って優勝するっていうのは、それは経験としては必要かもわからないけど、うん、やっぱまたやるんだったらさ、うん、よし、絶対ここのチームを何が何でも優勝させようと思う、うん、その思いはあるんですか、ね、あるある、はい、早くゲノム編集してほしいですね。本当だよ、はい、ゲノム編集。はい、外野、秋山選手、5年連続6度目。まあ、常連だよね。もうそうですね、このあたりは。秋山は、まあ、松田と同様ね、はい、一生懸命やる選手だしね、うんうんうん、だからまあ好感持てるよね、はいはい、いや実は私次が一番嬉しかったんですよ、うん、ロッテの荻野選手初受賞が。もうスペシャルな足持ってるからね、入ってきたルーキーイヤーからそう言われてたんですよ ね。いやだから、うん、まあちゃんとやったら、うん、必ずここには顔出すよ、ゴールデングラブ賞には。
もう常連になる、まあまあそういう選手だよ、うんうん、ただやっぱり試合数が足りなかったりだとかさ、うん、他の選手が成績残して、うん、その陰に埋もれたとかさ、あと怪我とかですね、怪我とかだよ、うん、だからまともにやったら、はい、まあ当然だよね。そうですよね、当然な選手だ、うん、はい、そして最後は西川選手3年連続3本目。これ日本ハム西川 後輩になるわけでしょ、まあ、まあ1年しかいなかったけど、うん、日本ハムに、はい、まあ、言いたいことは、うん、安定してやれっていう、乗ってる時と乗ってない時の差がね多少あるんだよ彼は、ムラがあるって、ムラがある、それと早く肩直せ、あそこです、うん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 、ね、センターってやっぱ難しいポジションだし、はい、一番肩が強いっていうか、はい、距離を投げなきゃいけないポジションだけに、うん、やっぱずっと肩の故障をちょっと抱えてるんだよね、はい、全力で投げれないという、うん、だからそれをもう早く、まあ、来シーズンに向けて今年のオフ遊ばずに、はい、ね、このショーにふさわしい、うんね、あの肩に戻ってほしいと思う。肩元来は強い、あ、はい、うんうん、でも下手じゃないよ。ただこの子の西川の素質ってすごいんだよ、はい、足は速い、スイングはめちゃくちゃ速い、肩も強かった、はい、だからもう一度その3つが光るように鍛え直してほしいよ、ね、もうこれずっとあったら言ってんの、お前絶対そのスイングしてて首位打者取れないのおかしいって なんてスイングが速いもん、めちゃくちゃ速いよスイングは。西川選手それに対して、いや来年取りますって、お毎年聞いたら来年取りますって今年はって言ったら今年はまだ準備期間です、ね、結構準備期間が意外と良くないんで、親父とも一緒に飲んだことあるんだけど、あそうなんですね、だって西川が打たなかったらもう脈拍数200ぐらい上がるって、お父さん、お父さんじゃあもうちょっとねドドドドドドってなりますもんね、ぜひ家族のためにもね、いや来シーズン、ね、春にね、うん、まあいい男なんです、そうですよね、うんうん、まあ、頑張ってほしいと思います、おめでとうございます、ありがとうございます。